皆さんこんにちは、ゲラです。本日はね、レートでの対戦ではなくて以前告知していたフレー戦会になります。ではね、早速始めていきたいと思います。それではね、ナヤさんの方に、対戦をね、申し込みたいと思います。勝負開始と。で、使うのはね、こんなパーティーです。まあ、もしかしたらパーティー紹介とかしたかもしれないですけど、はい。じゃあ対戦よろしくお願いします。確かね、これは出てんね出てんね、何してくるんだあいつは。相手のパーティーが、出でんね。スイ君。なんか抜かしたレイジューランドロス。サーナイト。バシャーモ。ギルガルドですね。確かフレスは短いんですよね、時間が。あ、スカイプが飛んできましたね。よろしくお願いしますと。これはどうしたものかな。リザードンはそこそこ刺さってるか。バシャーニもそんな弱くない。ただ、ランドロスが、あれ、ステロ参ってくるやつなのかな。だとちょっとめんどくさいですかね。スイ君はだいぶ刺さってるように感じるので出していっていいかな。あとはサナのケアとしてなったらナットレイはな、焼かれる可能性があるからな。けどまあ出していっていいか。スイ君にも接し、スイ君ナットは確定だと1匹ですね。スイ君ナットリザードンとかでいいかな。初手リザード読みしてくるかな相手は。サンダーは正直微妙かな。いやー悪くはないけど、サナがちょっと辛いですよね。なんで、サナにあんまもたけしたくないので。まあ、リザードもサナにめっちゃ強いわけじゃないけど、1ターン目だったら普通に。てか、多分普通に上取れてフレドラとかでぶっぱできるんで。ギザナットスイ君で行ってみますか。ランドロスから来たらちょっと嫌だな。そして来そうですよね。来そうだけど、サナから来そうな感じもするんで、これで行きますか。ステロマ勝ったらちょっと嫌かな。対戦よろしくお願いします。相手何から来るんだ？なんだこれは、ペリカイズゴッド。出てんねん。いや、いきなり仕掛けてきましたね。これスリスリしてくんのかな？してくんのかな？してくるよね、多分ね。リザードもできるだけスリスリさせたくないから。絶対してくるよ、してくると思うな、トレーで。わかんないな。出でんね。しかも名前やばくないか。いや、久々のリザードンだけど、活躍できるかな。技の通りはそんな悪くないと思うんですけどね。まあ、フェアリー2体から激励打ちづらいってのはあるけど、ただこの2体のフェアリーにはそんな弱くないので、リザードンは多分ね、出でんねから今引くところですけどね。まさに今引くところなんですけど。あの、こいつスリスリ以外何できるのか全然わかんないですね。なんか投げつけるとか使ってましたよね、誰かが。いやー、なんかこのタイミングで引くのめっちゃ悔しいな。今日リザードなんか後々サナとかと対面した時のことを考えると、できるだけね、S は覚悟しておきたいので。で、逆にナットレイはいらないからな。ただこれ相手に剣舞場所がいるとちょっとナットレイに対して繰り出されるとやばいんですよね。だから、電磁波打つかな、ここで。結構相手ナットで辛そうですよね、パーティー的には。バッシャーぐらいしかまともに強いのがいないから。コップスリス、よかったよかった。これで、タスキ持つとしてもタスキは潰したはず。これ多分接触技ですよね、多分ね。ですよね、オッケーオッケー。ここは電磁波かな。ガルドとかに引かれるようにしても、とりあえず電磁波でいいかな、ここは。バッシャーだったら電磁波入れればだいぶ有利になるんで、ここは電磁波打っていきましょう。それ読みのなんかされるかもしれないけど。やっぱリザードにスリスリいられるから、ここはやっぱ、デデンに残してくるんじゃないですかね。ボルチェンか何かで逃げていくんじゃないかなと思ってるんですけど、どうかな。ボルトチェン、オッケーオッケー。デンジャー無効にしたやつはランドロスですけど、多分ナットに対してランドロスはそんな出てこないので、多分馬車かガルドじゃないかなと思いますね。まあ、読まれてのランドロスって可能性はあるけど。で、ボルチェンで誰だ？ラテラリティ？あ、ランド読まれたな、これは。これは読まれましたな。これもう一回ここ、デンジャー打ちたいですよね、正直。だって絶対馬車来そうじゃない、ここ。けど、普通に地震で押してくる可能性あるから、一回宿り打つか。多分ここ、トンボから、なんか馬車が出てきそうな気がするんですよね。
馬車いないパターンもあんのかな、まあ、ランドスイ君って、まあ、相手の馬車がメガ馬車だった場合はランドスイ君の並びが結構きついからね、パターンもあんのかな、だから結構相手ナットレスだそうだから言うと思うんですけどね。それかこのランドロスが鉢巻きとか、あとはあるいはなんか剣舞とかするやつなのかな。それかまあ地震で、あ、ご利用しか、まあ、これは全然いいでしょう。うん、これはそんなに悪くないと思う。ここは動いてほしいな。ヤドリギが入らない。ヤドリギで。これはな、直帰とかあったらちょっと厄介かな。直帰でいいか、この内脇ができるやつはちょっと厄介ですね。スカーフだったらいいんですけど。使ってたらリザードンとか出せるからいいんですけどね。今のところヤドリギが入ってればね、次のターン電磁波が押せたので、あー、やっぱこだわってないな、うん、だいぶ仕事されてしまいましたね。ここで馬車が来るのかな。ただ直帰ランドとか、まあ、なんていうかスカーフではないからリザードンにはそんな強くないはず。グライズホモなんだ、あ、棚か。これはなんだろうな、何さなだろうな。ヒヒヒヒ、やばい。これはなんだ、アイヘか。一応アイヘだな。これはちょっとやばいかな、展開的にはだいぶ苦しいですね。もしかしてあのランドロス5つ目ランドかな、ありえますね。気合ボールかメザホノは持ってそうな感じ。とりあえずニックネームも秀逸である。難しい。相手はここ多分どうなんだろう、ナットがどう考えても辛そうだから、でもあれか、相手からしたら食べ残し落としたからご利用しできるって考え方もありますね。まあ、ナットではあの正直が、あのご利用しにね弱いポケモンなので、あのランドロスとかでも結構弱いんですよね。ナットではそんなに強くないので展開的には結構苦しいですよね。まあ、ここは一発アイヘでこのサナを削っておきたい。やっぱ、あ、炎かなこれは。あれ違う、え、今一つ、ちょっと待った、ちょっと待って、これはやばいでしょ。これは岩か、多分リザードン読みのメザ岩と、いや、そんなことあるかな、でも岩ぐらいしかないよな、打つ技って。いや、どれ言っとくか、ここ引いてくる可能性も一応あるし、これなんか一回でも動いてたらだいぶ違ったんですけど、まあ仕方ないですね。メザ炎、いや今ね、スカイプが飛んできてメザ炎じゃねえって言ってましたね。多分これメザ炎自分では使ってるつもりだったのかな。メザ炎つもりだったらしいですね。そして挑発が食らってしまう。まあいいや、アイヘで。これはこれナットで自覚があったらだいぶ良かったけど、いや、そんな愚痴言っても仕方ないんですけどね。ハイパーボイスご了承してきますね。いや、これメザ炎だったら別に良かったんですよ、こっちからしたら。これもリザードンが全抜きするしかなくね、アイヘで。やばいな、ナットで何もしなかったな、こいつ。マジで何もしなかったな。これはもう仕方ない。これはもう、君に決めた、リザードン。お前が全部倒してくれ。頼む。君しかいない、フレアドライブで。サナーごときは一撃で吹っ飛ばせると思う、多分。S は同速ですよね、最悪でもね。てか、メザ炎を厳選してる可能性が高いから、S は下げてる可能性が高いのが、だから大丈夫大丈夫。上は取れてフレドラで、大丈夫だと思うんだけどな、落ちないかな、H 振りだったら。いや、HC とかだったら全然落ちるから、HB とかじゃ、B に結構振ってなければ落ちますね。で、ランドロスも後出しは多分間に合わないと思う、さすがに。サナさえ粉砕して、デデンデが多分出てくるんですよね。デデン出てこないかもしれないけど。出てくるかな、わからんな。そう、フレ戦はね、考える時間結構長いんでね、調光できるんですよね。僕は結構即決しちゃうんですけど、これは結構フレ戦の特徴なんで、なんていうか、ここはやっぱもっと活かした方がいいのかもしれないですね。しかしな、ナットで本当に面白いぐらい自覚がなかったですね。引っ込めた、はい。どっちだ？
ペリカンイズゴッド。あ、出てんねか。これは別にいいかな。あとはな、公開未交換がちょっと嫌だけど。よしよしよし。で、ランドロースがこれで HB なのかな。だとしたら、どうしようかな。まあ、ここは何にしても、一角解除のためにも一回引っ込めなきゃいけないんですけど。ここはスイ君出していきますか。交換読み交換行くしかないかな、これは。読まれたら負けだけど。いや、でもここでトンボ打ってくんのかな。いや、トンボは、どうだろう。こいつスカーフじゃないから、基本リザイン抜かれてるんですよね。だから、高校自身で仕留めてくるんじゃないかなと思うけど。ランドロス多分耐えてくるよな、普通に。なんか変な技だったら、これトンボってくれたらそれはそれでいいのか、ゴツメ入るから。あ、トンボか。まあ。よくはないけど。だけど、これはだいぶ厳しいですね。だいぶ厳しいな。トンボか、ここ。トンボだったら負けだったのか、逆に。高校トンボだから。これはだいぶ厳しいですね、正直ね。勝ち筋を考えよう。できればリザとサナのタイミングを作らないと負けなんですよね。追加を残した状態で。だから、どうしたらいいんだ。威嚇が入ったら絶対リザードもランドロスに勝てないから。ちょっと考えますか。いや、だいぶ厳しい状況ではあるんですけど。一応勝ち筋を考えよう。せっかくね、時間も長いことですし。ハイボは絶対リザードンが耐えないけど、スイ君は一発耐えるでしょ。ハイボからの自信を、スイ君が耐えるならここ一回吠えるっていう手があるんですよね。それにかけるしかないかな、もう。ハイボ自身多分耐えないと思うんですけど、一応ね、一応それにかけるしかないかな、ここは。吠えて、ランドロス出して、で、多分、サナに引っ込めてくるんですよね。そのタイミングでリザードンを繰り出すってことをすれば、まだワンチャン生まれるので、それしかないかな。ここは、ホエルで。ハイボ。あー、自信耐えなそう耐えなそうだな。ここだったら相手自信で押してくるか、さすがにこの HP は。だけど、どうだろう。自信で押されたら負けだけど。いやー、そうでもないか。一応威嚇残さない状態でリザードン出せるからワンチャン生まれるのかな。ここは一応ネット押しておきますか。引いてくるかもしれないけどね。一応これで、このまま突破されてもリザードが残るじゃないですか。そこでね、相手が多分、リュウマイ読みのなんかをしてくれれば可能性があるって感じですね。ここで、ご了承されたら、やばいですけど、どうだろう。ここは僕引いてくるかなと思ったけど、よく考えたらこの HP だったら引いてこないですよね、多分ね。引いてくるんだったらここリザードンバックなんですけど、引いてこないだろうな。まあ、地震打ってきて、なんかすぐ耐えるとかいう奇跡の展開が起きれば、あれだけど、さすがに耐えないよな。いや、ハイボ自身も振り方次第で耐えるかなと思ったんですよね。で、HP がもうちょっと残ってたら、相手のランドさん地震で落ちないって判断をして引いてくるじゃないですか、サーナイトに。そこに合わせてリザードン出したかったけど、ハイボが思った以上に入ったんで、まあ多分普通にこれぐらい入るんでしょうね、地震に振ってたら。まあただ B とかに振ってた場合はちょっと火力が落ちるんで、まあそれに期待したって感じですね。トンボ打ってくる、ここで。だったらリザードンだったな、まあしゃあないな。いやでもここまで削ったらいけるか、逆に。うん、ここまで削れば逆にいけるわ。あ、ここトンボは逆にラッキーだったか。うん、ここまで削ればリザードンのなんかで落とせると思うから、多分。だって5つ目なんだったら耐えてくるかな、もしかして。いや、さすがにリザードンの火力はそんな低くない。と思う。いや、わからんな。耐えてくるのかな。ここネットをしておきますか。ハイパーボイス、はい。しか
しい。リザードン以外マジで何もしないんだが、うん、多分メザホの粘ってるはずだから、 S は最速ではないと思うから、ここはフレアドライブでこいつ落として引っ込めた。あー、威嚇入れて耐えてくる感じか、サナが。それがあったか、それがありましたね。サナ耐えてくるかな、死んでたら耐えてくるか。いやでも振り方次第で落ちてくんないかな、無理だろうな、無理でしょうね。急所にかける、そっか、一回ランドってこれ考えてなかった。いや考えてなかったというか、そもそもこれは序盤からだいぶきつい展開だったんで仕方ないですね。結局一応勝ち筋残しただけでもでかいですね。急所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 頼む、急所急所でリザードさんお願いします。あー、ダメだった。くー、これは悔しいですね。うーむ、まあ仕方ないかな、これは。はい、ということで対戦ありがとうございました。まあリザードも頑張ってくれましたね。対戦ありがとうございました。いやー悔しい。今回の対戦相手はグーイさんですね。それではね、申し込んでいきますかね。番号何番にしよう。何番でもいいけど。15番、16番で。はい。それではね、対戦の方に入っていきたいと思います。相手のパーティーが、お、チルタリスか。やべえ。うちのパーティー、チルタリスの刺さり方半端じゃなくない？勝てるポケモンが、一匹もいない。いや、スイ君が有利か、一応。相手のパーティーが、チルタリス、ボットム、ファイアロー、ナットレイ、エンテイ、ドリューズですね。あー、でもリザードの刺さり悪くないな。これはスイ君リザードン何かかな。やべえ、チルタリスのケアが全然足りてない。どうしたものかな。ラストはサンダーかな。ナットアローに強く出れるし。あーでもこれはあれか、ボットの書き時やばいか。電気に抜け出すやつが一匹もいないから、ラティオス連れていくようなパーティーにも見えないんですよね。一応サンダーか。サンダーだったらギリギリボルチェンぐらいだったら受け出しできるから。でチルに毒羽で勝てるかな。わからんな、ちょっと舐めすぎかなこの選出は。サンダーから入るか。じゃあサンダーから入ればいいや。サンダーから入って、でチルに毒入れて、いや毒入れてる余裕ないかもな。 S 勝ってればいけるけど、負けてたら、うわどうしよう。どうしよう、マジでマジで負けたかこれは。いやでもうちのサンダー今回お盆持ってるから、一回毒入れてからボルチェンの流れが一応間に合うはずだから、うん、サンダースイ君リザードンできますか。やべえ、チルタリスやばい。対戦よろしくお願いします。ちょっとずれてますね。いやこのパーティー実は試運転とかはしてないんですよね、まあ、いつものパーティーあんまり構築は変わらないから。何これ、ホーリーフ。やっぱ来るよな。ニックネームやばいな。ここは、あ、S 勝ってる、とりあえず今は。こいつメガ進化で S 変わりましたっけ。まあ、毒から入りますか。こいつも毒羽で倒すしかないから、こいつは。それかスイ君がレイビーで倒すか。何散るかわかりませんけどね。あ、毒を直せる中だったらやばいんですよ。たまにいるんですよね、毒直せる中タリスが。ハイパーボイス。あ、これはまあいいや。ダメージは？あ、受け切れてる一応。乱数かもしんないけど、一応受け切れてるっぽくはある。ここ羽から、羽でいきます。火力ないな、何散るだろう。HC とかだった場合は、H は関係ないか、C ブッパだった場合は、サンタの HP6、7割は持っていくんで、あんまり、火力に振ってないんですかね。引っ込めた、オッケーオッケー。おお、これは、なんとかなんのかな、わからんけど。ボッ！エンテイか。ここはスイ君後出ししていきますか。相手スイ君が重いから、スイッチはボットムですかね。こいつも毒入れてやりたいな。身代わりの可能性もあるし。いや毒から入ろう。身代わりでもいいや、最悪。そしたらボルチェンジングさん打てばいいから。聖なる炎、オッケーオッケー。これはサンダーにはそんな入らないでしょう。よしよしよし、この毒パ
毒食パと言っていいのかあれだけど、毒羽だけで行くか。お盆の消費はなさせて、まだ、あ、いいか、ここ羽から入るか一回。いや、ここはスイ君で、できれば HP 残しておきたいんだよな、サンダーの。スイ君でいいか、でも、ここはスで。オットムだと思うから、あんまりスイ君出したくないんですよね。で、相手は、ストーンエッジ。エッジ持ちが良かったな、椅子まんなくて。危な。ここを吠えます。多分、ウォットムだと思うんですけど、違う可能性もあるから、一応ね、まあ、相手のラス位置が見たいってことで吠えます。ビーダマン。確かに、お腹にビーダマンあるな。これは吠えまくって毒ダメ稼ぐのもありかな。さすがにそのプレイングが微妙すぎるか。でもここ多分エッジは打ってこないですよね。多分ここエッジは打ってこないからリザードン投げてなんとかしたいっていうのもあるな。おっとリザードン合わせてメガ進化させておきたいんですよね。最悪ここ聖なるフォローでもリザードンだったら耐えるからリザード出しますか。ここで危険かもしんないけど引っ込めた。オッケーオッケー。これ多分ボットムが来るから、うん、オッケーオッケー。これでリザードンでメガ進化させられますね。ここはフレアドライブかな。一応チルにもそこそこ入るってことを考えればここボルチェンから来るんだったら最悪激凛一発ぶつけたいっていうのはあるんですけど、素で引っ込めてくる可能性が高かったからフレアドライブ打ちました。チルタリスはねリザードに対して後出しの安定するポケモンなんですよね。こいつはメガ進化さえしておけば基本的に全てのウェポンをね、まあ、半減以下に抑えられるんでね。リザバイのエアスラだけきついのかな。ただそれ以外は基本的には、まあ、半減以下とかで抑えられるんでかなりリザードに対して安定するポケモンなんですよね。ただ今毒入ってるんで結構きついはず。相手もここはスイ君かな。一応これでリザードメガ進化したんでね、ウォットムに対して電気技読みで繰り出していけますね。相手はここ羽休めとか持ったら打ってくるかもしんないな。ただ毒入ってるからそれが結構微妙な選択なのかな。わからん。相棒 OK、 相棒は OK。 結構火力ありますねやっぱりね。ここは素直にレイビーでいきますか。羽してこなければもうリザードの後出しは間に合わないはずだから。ここまで削ればだからここはレイビーで OKOK 通る。プレシーチャリスを多分突破できなかった。羽休め持ちか。S 勝ってるっていうのが条件が分かるのに、ん？なんて言った今。 S 勝ってるのが分かってるのはでかいですね。上から殴れるから、うん、これでも相手は間に合わないから絶対に。ここはレイビー連打していきましょう。レイビー打ってボットムが来たらリザードン出せばいいから、ボルシェンとか食らっても、うん、そんなに悪くないはず。スイ君捨てば良くないか。一応エンティ止めれるからな、この HP であっても。多分エッジじゃ多分落ちないしな。落ちませんよねさすがにこの HP だったら、うん、落ちないからスイ君はまだ残しておく必要がありますね。でここはレイビー打ってサンダーもな、あいつ1匹切ればいろんなポケモン見えるから、オットムにも弱くないし、ここは残しておきたいですね。ここはリザードンでいきますか。ボルチェンは大丈夫だし、ボルチェンでエンテが来たらちょっと嫌なのかな。それだけちょっと嫌か。10万ボルト大きい。10万は大丈夫。メガネだとちょっときつい。メガネではないな。ここ激凛打つか悩ましいけど、どうしよっかな。瓦割りでもありだな。一応こいつにも通るから。でもそれだったらフレドラでも同じか。フレドラでいいか、とりあえずは。
ボットム、ボットム、フレドラと代わりどっちが入るんだろう。フレドラがまだ入るか。じゃあフレドラでいきますか、ここは。やっぱ居座ってきたからギリギリ打ちたかったんだけど、まあ、ゴス落ちないしな。これで削っておけば後々楽になるんで。やけどはずるいけど、どうだ。お盆が発動したんじゃない。あ、電磁波持ちか。あー、それだったか。これはちょっと厄介かな。で、これできればやけど入ってほしくなかったんですよね。サンダーの毒針で倒せるように。けどまあ、電磁波されたら火力はそんなないから、サンダーで基本勝てるはずと思えば、そんなに悪くはない。これもう激流打ちたいな。いいフレドラでいいか、でも。フレアドライブ打ちます。電磁波作用だったか。これどっちが来るんだろう。これあれなんですよ、エンテイ来る可能性があるから激流打ちたかったんですよね、正直。あ、でもチューで来たから、チューで来るんだったらまあフレドラでよかったかな。動けば落とせるから、オッケーオッケー。これは落とせるはず。よしよし、毒込みで落とせますね。あとはサンダーに頑張ってもらうしかないな。いや、リザードは一応残しておく必要がある気がするうん、クッションになるからな。ビーダーマンできた。あ、ビーダーマンで来るか。じゃあ激輪、まあ多分ドロップ持ってきますけどね、激輪で。それか10万で落ちる圏内かな。これはかわせかわせ、かわさない、まあ、これは仕方ないですね。本当はな、こいつ毒入れたかったんだけど、まあ、やけど引いちゃったから仕方ないな。ここはサンダーで跳ね休めですね。あともう跳ね休め連打するか、エンテに対しても。それが一番手な気がするわ、跳ね休めで。電磁波10万ボルチェンドロポンだから、毒毒とかは持ってないでしょ。うん、だから基本的には跳ね休めでいい気がする。込めた、はい。ぽ、エッジは多分耐えるから、ここボルチェンでいいかな。ボルチンから高校水君のが安定かな。いやーでもなー、なんかね、どうなんだろう普通に跳ね休め連打でいい気がする。跳ね休めしますか。エッジは耐えるし、セナの方の火傷だけ怖いけど、火傷引いたところで別に負けにはなんないので。引いてしまったか。まあでもね、跳ね休め連打で基本いけるはずだから。エッジどれぐらいだろうな、多分そんな入んないはずなんですよね。多分半分ちょいぐらいじゃないかなと思うんですけど、まあ、ここは羽ですね。エッジ、はい。まあ一応外しもあるんでね。あれ思ったより入ったな、まあ、お盆サンダーなんで致命傷にはなりませんね。あれ思ったより入ったな。これはちょっと引いた方がいいかな。ここはボルチェンしますかね。エッジ、はわす、オッケーオッケー。これはズルですね。でもエッジはね、命中不安定技なので、仕方ないと思っていただくしかない。で、ここはスイ君投げましょう。いや、チルがめっちゃ重たいパーティーだからな、今気づいたわ。今とかさっき気づきましたね。これ毒で落ちないかな、エンテ。落ちたか、オッケーオッケー。あとは、羽連打で、なんとかなると思いたい。ここはね、眠ります。S はまあ、勝ってる可能性が一応あるんでね。まあ、負けてるか。まあ、負けたら仕方ないですね。これは落ちますね。急所はまあ、多分関係ないかな。うん、1回跳ねして次ボルチェン、2回ぐらい跳ねした方がいいかな。両方やけど引いてますねどうでもいいですけどね。ここは跳ねで、ここ殴ってもよかったけど、できるだけ HP 残しておきたいから。
ドロポン、はい。あ、殴ってよかったな、別に。殴ってよかったですね。まだ、まあ。ここ跳ねで次殴ろうかな。多分これギリギリボルチェン圏内に入ってるか入ってないかぐらいだと思うんで、一回跳ねして、次でボルチェンしましょう。いや、サンダーが活躍だったな、今回は。かわせかわせ。出てきますね。さっきエッジ避けたからな。いや、一応もう一回跳ねするか。怖いもんな、落ちなかったら。落ちなかったら負けだもんな。落ちると、いや、落ちるだろうけど、怖いんで。安全を期してね、ここは跳ねします。落ちるだろうけどな、さすがに。ドロポンで9社当たっても落ちないっぽいんで、10万ボルト、オッケーオッケー。命中安定に切り、あ、単純に PP がないのかな。PP 切りの可能性はあるか。ここはもうボルチェンでいいですね。うん、なんとか勝てましたね。ちょっと焦ったけど、選出的には。まして、いろいろズルがあったから、若干運要素もありましたね。エッジ受けたりとか。はい。それでは、対戦ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ここからトガタリになります。なんで、対戦以外興味のない方は、ブラウザバックしちゃってください。フレセンの視聴者枠の方は、これで対戦が終わりになりますね。まあ、一勝一敗ということで、かもなく、不可もなくって感じになりますかね。はい。まあ、実況者枠の方もあるんで、まあ、それはちょっと相手の方との投稿時期の相談もあるんで、いつなのかわかんないですけど、まあ、また上がった時に見ていただけると嬉しいです。はい、それではね、ここからコメント返しの方に入っていきます。それではコメント返しの方やっていきたいと思います。まず1個目ですね。サーナイトに未来予知を採用しているのですが、なかなか使いどころがありません。未来予知はいらない子ですかってコメントですね。安定度で言ったら最高ショックだと思いますけど、未来予知破壊構成みたいなね、3ターン中2ターンしか攻撃できないけど、まあ、その2ターン中になんかものすごい火力で、相手をぶん殴るみたいな、構成のね、サーナイト見たことがあって、まあ、あれはあれで面白いかなと思ったんで、まあ、一概にいらないことは言えないかなとは思います。はい。ただやっぱりサイコショックとかの方がね、安定はするかなとも思います。で、次ですね。好きな人と1年を通して1回しか遊んでないんですが、脈なしですかってコメントですね。これは単純になんか物理的に距離が遠い遠距離恋愛とかの可能性もあるので、まあ、なんとも言えないんですけど、その同じ、例えばね、同じ大学で、まあ、同じ学科なのに1年に1回しか遊んでないとかだと、ちょっと脈はないかなと思います。で、次ですね。メガチルタリス軸どうなったんですか？チルタリス見たいってコメントですね。メガチル軸は今でも考えていて、一応使う予定もあるんですけど、ただ今使っているラティアスタム軸が割と安定して勝ててるんで、まあ、今の軸できなくなったら使おうかなとは思ってます。まあ、あとは環境とかにもよりけりって感じですかね。はい。で、次ですね。全抜き構築の組み方、選出の仕方、立ち回り教えてくださいってコメントですね。まず、まあ、僕はあんま使わないんで、その、はっきりした意見は言えないんですが、一応組み方としてはね、一匹エースのポケモンをまず決めて、まあ、例えばルカリオとかですかね、決めて、で、そのポケモンで絶対勝てないポケモンに強いポケモンを、まあ、2匹目のエースとして入れるって組み方をしたらいいんじゃないですかね。例えば、まあ、ルカリオで行くとね、まあ、勝てないポケモンが例えば、まあ、レイジュランドロスとかか、あの辺になってくるんで、まあ、その辺を起点にできるハッサムと組ませるみたいなね、あとはカイリュウとかか、と組ませるみたいな、組み方をしていくのがいいんじゃないかなと思います。で、選出の仕方なんですが、基本的にはもう、マユパーティーも基本選出が決まってるんで、1匹目にステロマークポケモンを入れて、2匹目にエースを入れて、3匹目にそのエースで突破できないポケモンを突破するポケモンを入れるみたいな感じにね、していくのがいいんじゃないですかね。で、あと立ち回りなんですが、立ち回りは基本的には1匹を1匹ずつ出していくって感じなんで、サイクル戦みたいにくるくる回していくんじゃなくて、まあその一匹のエースで相手のポケモンを全部倒していくって立ち回りをしていくのがいいんじゃないですかね。まあちょっと僕はあんま使ったことないんで、あんまりいいアドバイスになってなかったらすいません。で、次ですね。今レートが1700回だけど負けるのが怖い、助けてってコメントですね。まあレートは結構負けるものと思って潜るしかないですね。はい。レート1位の方もね、勝率はいいにしても、その何百回とかね、まあ、何百回って言ったら言い過ぎかもしれないけど、まあ何回も何回もね、負けた上でのそのレート1位なので、まあその負けるのはもう仕方ないかなと思って潜るしかないかなと思ってます。なんか今めっちゃ噛んだな。はい。まあ、潜るしかないと思います。はい。で、次ですね。マンムーって今の環境でそこそこ刺さってて強いと思うんですがどうですかってコメントですね。
まあ、マンムーの刺さない環境はないって言われるぐらい、マンムーは、環境に刺さるポケモンかなと思っていて、まあ、特にガブリアスとポケモンが消滅しない限りはね、マンムーはずっと環境に刺さり続けるかなと思ってます。はい。で、次ですね。とりあえず待っておけばいいやって考えをどう思いますかってコメントですね。これはね、ポケモンにもよりますね。はい。まあ、わかりやすい例で言うと、カイリュウとハッサムかな。まず、ハッサムなんですが、ハッサムは、待っても止まるポケモンってのがめっちゃ多いですよね。サンダーであったりとか、リザードンであったりとかね。あるんで、そういうポケモンが相手の裏にいるのに舞うのは、まあ、ちょっと愚の骨頂というかね、良くないかなと思います。逆にカイリーは、まあ、基本的にマルスケってすごい強力な特性があって、一発は相手また耐えたりするんで、そういう意味ではね、結構割と強引に積んでいけるっていうのがあると思うので、まあ、ポケモンによるって感じですかね。あとは、まあ、パーティー次第かなと思います。で、次ですね。ガルットモンスターとよく聞くんですが、ガルラから何か一つ技を募集するとしたら何がいいですかってコメントですね。これは不意打ちかな。あいつ先制技がないだけでだいぶ立ち回りが変わってくるというか、対処しやすくなるんで、一つ募集するんだったら不意打ちかなと思います。で、次ですね。レート1900以上とまで望みませんが、メガガブで戦っていくには何と組ませればいいですかってコメントですね。これはね、SD をサポートできるポケモンがいいと思うので、なんだろうな、電磁波ナットレイとか、電磁波クレスとかがいいんじゃないかなと思います。はい。で、次ですね。ゴツメスイクの眠るって、素眠りになるけど、使い心地いいのってコメントですね。使い心地いいっていうわけじゃないんですけど、なんていうか、そのゴツメ持たせた上で、毒毒持ちのね、ドランとか相手にしたいってなってくると、やっぱ眠るが必要になってくるんですよね。だから、その、素眠りは、せざるを得ないって感じで使ってますかね。別に使い心地がいいとかは思ってません。はい。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回見ていただけると嬉しいです。失礼します。